6月定例会では能登半島地震で被災した住宅の復旧費用を含む総額17億8000万円の補正予算案の審議などが行われますまた柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり花角知事はきょうの所信表明で次のように述べました柏崎刈羽原発の安全対策等については技術委員会において国に対し 確認を行っているところであり引き続き着実に進めてまいります現時点では安全対策を優先させる考えを改めて強調しました6月定例会は来月16日まで開かれます